こんにちは。昔話の語り手、荒木安子です。今日はここ白山麓民族資料館に来ています。今日はなぜ私がこちら民族資料館に来たかというと、8月の末に白山麓の昔話と暮らし探訪っていう動画を撮ったんですね。その時に一緒に連れてきた大事な大事な豆腐くんを忘れてしまったんです。それで今日は豆腐くんを迎えに来たんですね。豆腐くん、はい、豆腐くんです。ごめんね豆腐くん、大事な大事な豆腐くん忘れてきてしまって、やっと迎えに来てくれた、嬉しいって豆腐くん喜んでます。本当ごめんごめん、本当にね、今ね、一生懸命編集してくださってるんですが、私があまりにも、小回りたくさん入れてしまったんで、すっごく編集が難航しておりまして、10月の末には、素敵な動画が上がると思います。その時には、ぜひ皆さん、また見てくださいね。ご覧ください。この本当に美しい、民族資料館のこの風景なんですけれども、夏に訪れた時にはなかったススキの穂がこう上がってたり、柳の葉っぱがちょっとね、くしゅんと枯れてますけれども、これから秋きっと白山麓11月には紅葉が真っ赤になって、また美しい季節を迎えると思います。ぜひ12月の頭までこちらやっておりますので、ぜひ一度訪れてください。金沢駅から車で1時間半ほどの場所です。本当に本当に私大好きでおすすめです。今日はちょっと白山麓この近辺をご紹介したいと思っています。よろしくどうぞ。はい、あちらに見えるのが旧杉原家です。とっても大きな建物で、石川県の住宅では一番大きいと言われています。で、今日ね、地元の新聞紙でね、紹介されてたんです、杉原家が。なんでかっていうと、この3階建ての3階が今まで公開してなかったんだけども、今度から公開するようになったよっていうことなんですね。で、私たちはこの前すでに動画の中で3階素晴らしいと思って紹介していますね。豆腐くん、へえ、杉原家が一般に公開されるんだね。そうなのよ、私たち先取ってね、見せてもらっちゃったけどね。どうしてご紹介しようかと思ったのは、杉原家の天井の梁がとってもとっても大きくて立派なんですね。なんでそんなに大きくて立派かっていうと、ここはもう山の中で豪雪地帯なんですね。普段でも冬の間2メートル、3メートル、雪が降ります。そして多い時は7メートルぐらい降るそうなんです。そうするとね、やっぱりね、普通の梁では持たないので、太い、木を使って建物が作られているってことで、立派な梁が使われているってことなんですが、それを今度の多分近日公開できる動画の方で紹介しておりますので、ぜひご覧になってくださいね。なんだ、また宣伝か、すいません、ごめんね。トークご覧ください。民族資料館の脇にある川が流れてるんですが、そこに架かる橋がこのすごい木製の橋なんですね。すごい立派でびっくりしました。面白いですね。で、この橋を見ようとしてこう近づいてきたら、なんと栗の木があってですね、なんと下に栗がいっぱい落ちていました。もうどうなんだろう、この辺熊とかもイノシシとかも出るっていう話なんで、なんか普通に散歩してたりするってこの前お話伺ったんで、ここはちょっと危険かもしれません。多分でもちっちゃいから芝栗なのかな。芝栗ってちっちゃいけど味美味しいんですよね。で、まあ昔の日本人は栗とかとちの実とかを本当に大事な食料として食べてたってそうなんで、これね、栗の木でーす。ご覧ください。どんぐりです。懐かしいよね。なんかね、このどんぐりの、この帽子がいっぱい落ちてます。中身はあんまり落ちてないから、誰か食べちゃったんでしょうか。もうなんかこの辺はこう冬支度というか、秋が深まってるなって思います。
ご覧ください。この立派な門構え。そしてこの奥にある建物、なんだと思います？っていうか答えが見えてますよね。しらめ郵便局。すごくないですか？ちょっと。この看板、もうちょっと他にはちょっとない郵便局の看板だと思うんですが、多分こう街並み保存の観点でこういうのになったんだと思うんですが、ちょっと珍しいなと思ってご紹介しました。はい。今から行こうと思っているのは、雪だるまカフェです。すぐそこなんですけれども、行こう行こう。雪だるま祭りっていうのはね、冬の間いつもこちらの地域でやってるらしいんですね。多分それにちなんで雪だるまカフェなんだと思います。めっちゃ想像以上に可愛い建物、素敵な建物です。これはめちゃめちゃこう来ますね。なんか本当キュンキュン来る建物です。行ってみましょう。雪だるま。があります。すごいね、おろしうどんの方がいいと気になりますね。行ってみましょう。ご覧ください。雪だるまカフェさんの玄関入るとこんな可愛い雪だるまがずらっと並んでるんです。めちゃめちゃ可愛いですよね。なんかいろんな雪だるまがあるんです。これは手作りでね、お土産として売っているものだと思うんですが、他にもいろいろあって、なんか不思議な雪だるまちゃんもいたりして、でも私今ちょっとつぼったのは、これです。この木彫りの雪だるまちゃんは、ちょっと年代物の板に貼り付けてある、これがすごい可愛いなと思って。はい。なんかもう、いろんなとこが風情ありすぎて、なんか本当に可愛いです。なんかご覧ください、手作りの雪だるまの絵が描いてある石があってめっちゃ可愛い。見て見て見てください。そしてなんか気になるのこれ、この隣にあるこれ珍しい、多分こたつの安価ではないかと思われます。私もちょっとこれ初めて見ましたね。面白いです。古いもの好きなんで。お待たせしました、はいはい、これですね。 ありがとうございます、はい、これ何ですか？これはおろしうどんなんですけど、白峰は昔から雪深いとこなので、この本舗さんの後のお夜食で出していたのをこのお店で出すように、今の子供たちは本舗さんって知らないから、それを伝えていくために昔ながらの、おろしうどんを出してるんです。へえ、面白い。これを、おかわり自由っていうやつなんですか？はい、わんこそばみたいに入れていきますので、楽しい。遠慮なく食べてって、お腹いっぱい。ああ、すごい、はい。大根もいっぱいで、ヘルシーですよね。はい。はい、夏なんか結構ね、皆さん。すべすべと、すべすべと。ああ、そうですか。じゃあ、いただきます。早速、ありがとうございます。はい、いただきます。入れていきますので、はい、あとはもうお腹いっぱいになったらもうようございますって言っていただければ入れます。もうようございますって言ったら入れない。知らねえの言葉で、いいですね。もうようございますって言って、なるほど。じゃあちょっと一口いただきます。混ぜて、まあ出汁は一切使ってないので。え、出汁は、醤油と大根おろし、片豆腐の油揚げと、これはいいわ。これは美味しい。さっぱりと。これは結構何杯もいけるかもしれない。ね、はい、ありがとうございます。はい。
美味しいです。白峰温泉そういうにやってきました。この存在を知った時からぜひ来たいと思ってたんですが、この前から撮影でバタバタしててなかなか時間取れなくて、今日は本当に駆け足ですけどゆっくり入ってまいります。行きます。なんと気合を入れてタオル持ってきたのに、毎週火曜日休業日、皆さん火曜日は白峰温泉総湯は休業日ですから皆さん来ないでねそれでは皆さんまたお会いしましょう楽しい白峰の旅でした。